はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ゆきえ様、やまびこマスター様、もとふみ様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。河野太郎の再エネタスクフォース廃止、これ内閣府のですね、再エネについて話し合う有識者会議、で議論の内容そのものに問題なかったが、じゃあなんで廃止するんだって話なんですけど、一定の成果を上げたこともあり、何の成果だ、廃止したい、河野太郎の意向みたいであります。中国国営電力会社のロゴ入り資料を使ってて会議でね、我が国のエネルギー政策が中国共産党の影響下にあるのでは、つうかなんでデジタル大臣が再エネ政策会議の座長なんだよ、なんで内閣府のあの仕事をやってんだよデジタル大臣が、とツッコミがあった会議自体をやめちゃうんだって。世論です。逃げたなんかバレたんか。一定の成果って具体的に何？問題なかったけど廃止しますってどういうこと？蓋して逃げて所管外と、こいつがやること全部怪しい。証拠隠滅大臣、会議廃止だから書類も資料も全部廃棄処分、バレたから証拠隠滅を図ったか、名前変えてしれっと復活、河野太郎に中国共産党が入り込んでる証拠、会議廃止で書類廃棄処分、ありそうですねこれね、それまでのあの議事録とかも全部処分、会議なくなったからみたいな、よっぽど調べられたくない、あるいは調べたらすぐはバレるようなずさんな会議だったんでしょうね。会議のメンバーの人選もおかしいしさ、自然エネルギー財団なんてあの、ソーラーパネルゴリ押しありきの団体の国籍不明本名不明の大林美香とかいう人でしたっけ、なんか知んねえけど入ってるとかね、こういうのはあの廃止で終わりにせずにですね徹底的に調査してほしいよな。なんか河野太郎って逃げ癖あるよね。逃げ癖、逃げ太郎、次の質問とかで逃げて、所管外とかで逃げて、全然所管外じゃねえのに直接の担当者なのに、まともに答えないとかね。私訴えてる裁判もですね、途中で取り下げとかされて逃げられたら面白くないっすよ。その時はですね、あの河野一族は中共の犬と河野太郎が認め引き下がったであるとか、河野一族は中共の犬って書いたり言ったりするのはオールオッケーって大騒ぎします。皆様も拡散ご協力ください。その時は、それと訴えられたことでですね、消費した時間とお金の弁済求めて河野太郎を訴えます。取り下げなんかやらかしたら、荒木田先生、弁護士先生に払ったお金もあるし、それのですね、話し合い、荒木田先生と話し合いに、行った時間も結構あるし、あとあの現職大臣という権力者に訴えられて夜も眠れませんでした、精神的苦痛がすごかったと主張し、それの謝罪と賠償も求めるつもりであります。裁判取り下げなんかやらかしたらね、だってあのデジタル大臣に睨まれてネット使ってる人間としては怖いですよね。もう私なんかあの夜も眠れませんでしたよ、グー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 。クルド人国会議員2名が来日、大野埼玉県知事や立憲と共産の国会議員、これ名前出てなかった、クルド人がトルコに強制送還されると空港で逮捕され、刑務所に収監され、釈放されても仕事ができなくなると説明して回ったそうであります。よくもまあこんな大嘘ついて回るよね。弾圧されてんならお前らなんで国会議員になれたんだ、国会議員になれないんじゃないの、弾圧され、だクルド人がじゃなくて、クルド人の悪いやつは逮捕されるの間違いじゃないの。クルド人の中でも普通の人は国会議員にもなれるんだからさ、だからあの主語がでかすぎんだよな、大嘘つくねって話。世論です。クルド人が議員になれるのになんで難民なんだ、連れて帰れボケ、いいから責任持って連れて帰る、日本が悪いって言いたいのか、
クルド人犯罪者を引き取れ、クルド人同行以前にテロ組織のメンバーたちやん、外国に迷惑かけて恥ずかしくないのか、よその国に迷惑ばらまいておいて、なんつうふざけた言い草、自民党クルド議連どうすんのこれ、悪いことするから嫌われるのにそれを差別というのは違うだろう、議員なら国に連れ帰って面倒を見ろと、日本クルド文化協会はですね、テロ組織 PKK に送金した事実によってトルコ政府にテロ支援組織指定され、口座凍結、財産没収ってなってますね、代表ワッカスってやつですね、日本人死ねえとか言ってです、そういう連中は確かにですね空港に捕まるだろうけど、一般クルド人はそんなことされないんじゃないの、トルコ政府発行のパスポート持ってるし、日本にいながらトルコ大統領選挙に投票できるし、国会議員にもなれるんだからさ、なので東京新聞のですね、トルコ国内では政府によるクルド人弾圧が強まっており、迫害を理由に難民申請する在日クルド人が多いっていう記述は大嘘、弾圧されてない、治療不可能な東京新聞読者だけが信じてればいいけどさ、しかもこいつらの党はですね、トルコ国会で第三勢力という結構なもんですよ、3番目に人数多い、日本で言ったら維新ぐらいの力はあるところですよね、今維新が3番目じゃないのかな、こういうところがわざわざ遠い日本に来て大嘘国って一体何なんだ、何が目的なんだって思うんですけど、会った人間は話聞いてくれそうな埼玉県のバカ知事と、名前は報道されないけど立憲と共産の国会議員らしい、そういう連中だったらさぞかしですね、ふむふむなるほどなるほど、おっしゃる通りって話聞いてくれたんじゃないの、バカだから、クルド人、国会議員は PKK 関係者なんでしょうね、クルド文化協会からの送金が欲しくってわざわざ来日したんでしょう、まあ口座凍結されてから送れねえんだけど、そういえば和田政宗もですね、トルコ政府がクルド人を弾圧って主張して撤回してないけど、与党議員が他国政府を嘘で中傷するとこはまずいんじゃないの、トルコ政府さんはいいですよ、火のように和田と自民党を批判しても、もう抗議しても、外務省経由でね。今日で六四天安門事件から35年、北京は厳戒態勢、犠牲者遺族は真相究明を求める声明を出したが、中国国内では閲覧できない状態、中国共産党政治的な混乱だったとして、現場で3万人以上、その後の弾圧で50万人が犠牲となった大虐殺を正当化と、世論です、戦車でゴーなんだそれ、政府が国民を戦車で引き殺すとはな、日本の自称リベラルだんまり案件、NHK クローズアップ現代、死者はいませんでした、これが左翼の理想の国、中国共産党が支配している以上真相なんか出てくるわけがない、天安門事件をきっかけに不満を外に向けるため反日教育が活発化された、ごもうのバカどもはこれ何も感じないんだろうか、戦車はペンよりも強し、六四天安門というと必ずとぼける中国人の間抜けなこと、現場で約3万人、その後の弾圧で50万人が弾圧犠牲となったそうですが、まあ人民多いから誤差ですよね、こんなのね、地政学、独裁政権との約束は無意味と、なるべくする、これ独裁政権は独裁守るためにですね、どんな不義理な恥知らずなこともやるから、ちょびひげの独ソ不可侵条約破りであるとか、スターリンの日ソ不可侵条約破りが典型ですね、独裁政権は権力を守るためなら何でもやるんですよ、それが自国民の虐殺だろうとなんだろうがね、NHK が死者はゼロと報道したことは未来英語を伝えないとね、日本人全員がですね NHK の書で知るように義務教育で教えるべきなんだよ、こういうことがあったのに NHK はこんなことやってたんだよって義務教育で教えるべきって思うんですけどね私、内閣官房、台湾にほど近い離島民の、島民の避難経路を策定、該当する避難先の県に初動計画策定を指示、石垣市民は石垣島民っていうかな、福岡空港を経由して福岡県と大分県と山口県に避難、竹富町民は竹富島っていうのがあるんだろうな、福岡空港を経由して長崎県に避難、与那国町民、は福岡空港を経由して佐賀県に避難、宮古島市民は鹿児島空港を経由して福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県に避難、だいぶ分散してますね、多摩良村民は
多摩良島っていうのがあるんでしょうね、鹿児島空港を経由して熊本県にそれぞれ避難する計画を発表、戦争のことを考えなければ戦争に備えなければ戦争にならないって考えるバカサヤどもがイライラするニュースですよねこれね、世論です。台湾の次は沖縄だもんな、避難先にはできないよな、まあ、あの沖縄本島に逃がさないっていうですね、そういうのが、なんちゅうのかな、なんで沖縄本島じゃないのっていう疑問に、皆さん行き着いておりました。沖縄本島はタイミングに合わせて武力放棄しそうだもんな、マスコミが先導して、沖縄本島は避難民をぼったくるだろう、台湾を攻めると同時に沖縄に全力ミサイルと思うけど、島民は本島を信頼してないから、有事発生と同時に沖縄県庁に御成功期が翻ってそう、裏切り者がたちまち、どうせデニーが避難計画に反対するんだろう、米軍から何か情報でも入ったのか、有事に備えいよいよ真剣ですね、中国を刺激するなとか言ってデニーが避難計画妨害しそうですね、なんせ左翼はですね、戦争と言わなければ戦争にならないであるとか、平和と唱えてれば戦争にならないとか、なので戦争のことは考えないってバカどもですしね、有事勃発と同時に沖縄県庁が人民軍の拠点にデニーと沖縄県庁職員が侵略関係歓迎だもんね、いかにもありそう、そういう裏切り者が真っ先に始末される歴史が繰り返されてるのに、なんで自分だけは大丈夫って思うんだろう、バカで幼稚だからでした。左翼は米国政府、在日米軍司令官を現在の中将から大将に変えることを検討中、有事の際の迅速な現場指揮を期待して、とのことであります。在日米軍司令官大将にして何でもあのその人が即判断できる、指令出せる、いうように、したい、これもまあ有事が迫ってきたような感じですね、世論です。あんたが大将、王将じゃダメか、始まりそうだな、いよいよ有事が近いな、大将がいるだけで抑止力になりそう、本気で中国を潰す気だよな、最先令来たこれ、どうせならマッカーサー時代の元帥に戻しね、一方韓国軍は指揮権を米軍に取られたままだったと、自衛隊の大将っていうと陸海空にそれぞれ一人ずつ、あとはあの統合幕僚長っていうのが一人いて、4人自衛隊大将は4人しかいないですけど、米軍には何人大将いるんでしょうね、太平洋艦隊は第7艦隊って、いうのを知ってるんで、どうなんだろう、大将って1人じゃない、海軍大将、陸軍大将、あとは海兵隊は軍じゃないから大将じゃない、そのうち1人が着任するってことなのか、それとも在日米軍大将っていう役職が新たにできるのか知りませんけれども、王将じゃダメだっていうおっさん投稿が面白くてつい紹介してしまいました。反省はしていない。まあ米軍もですね、中国の台湾有事が近いんだなぁ、いうのを示してますねこれね。今日の単身です。未だに都知事選の公約を発表していない蓮舫さん、いやパクられると思う、困るんでと言い放ちました、真似されると困るんで言い放ちました、パクるかよ、何も考えてないんだろうっていう意見が多勢でした、オール左翼の支援を受けてるから案がまとまらないんでしょうかね。左翼ってですね、俺が私が正しい従えて無根拠なのに自信持ってこれを大声で言い放てるダニングクルーガーなバカばっかりですしね、ダニングクルーガーってあのバカほど自己評価が高いっていう現象、それとも今までやってきたように小池百合子の全部に反対相手やるつもりなんでしょうかね。そっちの方が簡単だし楽だし手慣れてるし、自民党の全部反対、テレビ新聞が守ってくれるから叩かれないしね、昨年11月に善意の募金着服が発覚した日テレ24時間テレビ、懲りもせず今年もやります、日程発表、愛は地球を救うとか、セクシー田中さんの原作者を自殺に追い込んでおきながら全く反省もせず今後も契約書は作らないなどと態度を改めないって宣言した、日テレがですね、地球を救う気なのが動画してますよね動画してもお前らそんな大それなことを言う資格ねえからな。日テレ社員にとっては募金の着服でお小遣いチャーンスですね、これはやめらんないわね。日テレに巨大なバチが当たるといいなって思ってます。
京急線川崎駅の電車内で爆発が起き、外国人男逮捕、空き缶に入ったを入れていた。これが爆発ってなんだろうね、あの温まって塩素ガスでも発生して、缶が破裂したんだか、優しい神奈川新聞、名前と国籍を報道せず。神奈川新聞はですね、犯人がアメリカ人とかフランス人だったら喜んでそう報道するんで、まあそういうことですね。犯人の国籍はまあそういうことですね、川崎だしね。これがあの在日米軍兵士なんかだつうと、もう喜んじゃって神奈川新聞トップで報道するんですけどね、一面でね。メキシコ大統領選挙はめちゃくちゃ、候補者襲撃事件が321件発生し、候補者38名が死亡。なんか山口組とかそういうのの構想以上、なんか仁義なき戦い映画のよりも死亡者多いんじゃねえこれ。バトルロワイヤルもしくは猿山の争いを制し、メキシコ初の女性大統領となったのはシェインバーム前メキシコ市長60歳。つまりこの人が構想の黒幕ですかね、勝利者ですかね。こんなありさまで誕生した大統領と外交してくれる国あるんでしょうかね。だってカルテルの女王でしょ、話すだけでもおっかねえよ。未だにメキシコってそうなのか、ここだけ他殺率 1% 未満じゃない現代になりきれてない世界じゃないですか。世界は残酷だ、だが美しいってセリフを思い出しちゃいましたよ。というわけで河野太郎逃げるつもりなんで、今後も監視していきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。